はい、こんにちは、こんばんは、どうもカメです。ということでですね、今回なんですけど、この前ね、実装されたクライオボムっていうのがね、あるんですけども、まあそれをね、自分もちょっとゲットしてきて、今回はね、もう全員これをつけて、クライオボムだけじゃないです。クライオボムだけではなくて、スコアストリークのですね、火炎瓶も使って、もう全員火炎瓶と、クライオボムを使ってね、もう暑いんか寒いんかわからないんですけども、ちょっとね、今回やっていこうかなと思います。まあ、ハードポイントやるってことでね、とりあえずポイントの中にね、火炎瓶と、クライオボムを、全員で投げれば、とりあえずどうにかなるんじゃないか、というね、説をちょっと、持ってきましたので、やっていこうかなと思います。早速行きましょうか。はい、ということでね、来ましたね。ちょっとマッチングだいぶ長かったんですけども、やっていきましょうか。まあ、ハードポイントはですね、まあ、ポイント、2敵がね、入っていると分かれば、まあ、クライオボムを投げるだけなんでね。そう、プラス、火炎瓶かな。さあ、これね、ちょ、3番2回すごくなってるな。3番2回すごいことにはなってるんですけども。いやー、なんだこれ、なんだこの景色。え？逃れてるやつがいるんですけども、いやーこれ2回ね、3番2回にもちょっと投げつけていきましょうか。これ3番2回にねちょっといるんでね。さてこれはちょっと敵が来そうなところにこれはクライオボムを投げる。これは最強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 、もう最強、これ勝率 100% でしょこれ。さあ敵はどこにいるかという感じなんですけども、さあこれ4番から来るかな、4番から来ると思うので、これしっかりやっていきましょうか。さあ、火炎瓶もね、すぐに溜まれるので、さあ、これやっていってしっかり。さあ、ここもしっかりやっていきましょうか。いや、火炎瓶もちょっと駆使していきたいんですけども、火炎瓶を投げつけていく。すげえ、すげえ絵面になってるんですが、さあ、これちょっと。知らないと、一回知らないとクライオボムが使えないんですけども、いやーこれいいっすね。それ以前にコールライトが強すぎ問題っていうね。さあこれちょっと敵に投げつけるのも OK なんですけども、さあこれいるんで、いやーちょ投げろ投げろ投げろ、敵あるところにとりあえず、いややばい、地獄絵図やこれ、やばいやばい。ひどすぎるこれは。これひどすぎるぞ。さあこれいるんでしっかりやっていきましょうか。さあ火炎瓶貯めていきたいんですけども、さあこれは長屋のところですね、いるんですけど、これ強ないか、割と強い説あるぞこれは。さあ敵をどんどん燃やしていきたいところではあるんですが、さあこれいますね、やっていきたいところなんですけども、しっかり2人やっていこう。すげえなこれ、いややばいやばい。広すぎるこれは、すげえすげえ。味方も燃えてるってね、火災ゲーマーみたいになってるのはね、ちょっと置いといてね。さあしっかりやっていきましょうか。さあこれ火炎瓶を投げつけていきたいところ、さあ中に突っ込んでいくんですが、これ燃えるか燃えるか、いやそれ以前にコルダイトがマジで強すぎるわ。これはね、ちょっとね、そう、使うべきなんですけども。いや、いいね、そのクライオボムナイス、そのクライ、ナイス、ナイス。冷やして燃やし、冷やして燃やそうぜ、これは。さあ、これ4番から来ると思うんで、しっかり火炎瓶を。あー、俺も食らっちゃった。グロい、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 グロい。全員燃やせ、全員燃やせ。すげえ。カオス、カオス、カオス。さあ、これいると思うんですが、いないかな。これはひどいっすね。いやーこれね、バナナから来るんで、ちょっとバナナにちょっと投げつけていきましょうか。これ多分バナナから来るね。バナナがすごいことになってる。これマジで地獄だ。あんなとこ敵通ろうと、ほらやばいやばいやばい、もうなんか通行禁止みたいになってるんですが、いや通行禁止みたいになってるなこれ。いやーちょ、これ火炎瓶も使っていきたいんですが、これ終わってきましたね。これ強いぞ、この戦法、マジで。はい、ということでね、2戦目かな、やっていきましょうか。まあ、ここのね、サミットはね、まあ、結構まあ、狭いというか、そう、まあ、結構小さいね、通路とかありますんで、そこにクライオボムを投げれば、絶対に、効くのかなと思うんですが、早速クライオボムを投下していく。いや、これ食らっているぞ、すげえ、きれいきれいきれい。ちょ、待って、これさ、エフェクトで敵が見えへんのおもろいねんけど。
さあ、これ下にいるんですが、これいいねか。いやー、これポイントに入ってますね。ポイントに入ってるんで、ここにしっかり暗い予防も投げつけていきたいところなんですけども、やられてしまうということで。いや、これね、ポイントのところにやっぱり暗い予防もね、大量に投げつけるということでやっていきたいんですけども。さあ、投げつけていきますか、暗い予防もという感じで。さあ、下にいるんですけども、やってくれましたね、これ。いやー、これ結構難しいな。でもこれやってみると、そう、まあ、敵の場所がいると、そう、結構わかりやすいんですけども。直接当てていく、直接当てていく、俺もしかも食らっていく。いやー、これ暗い予防まで取ったポイントなのかなっていう感じなんですけども。いやー、でもこれきついな、きついな、これマジで。いやー、ここの外周のところにしっかり暗い予防もね、投げつけていきたいところであるんですけども。さあ、これは、いやー、なんだこれは絶対来れないでしょ、これ。これ2階が怖いね、非常に2階が怖いんですけども。さあ、裏から来ているんでやっていきましょうか。さあ、しっかり暗い予防も、ナイス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 。ここをしっかりやっていきたいところなんですが、いや、いいね、しっかりポイント取ったんでここに火炎瓶を投げていくという感じで。おっと、全員燃えた、全員燃えた、全員燃えた。いや、これはいいぞ、これはいいぞ。いや、このままない、この調子でどん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 やっていきたいところなんですけども。結構燃えてる、めっちゃ燃えてんねんけど、めっちゃ燃えてる、めっちゃ燃えてる。いやー、これはしっかり暗い予防も中に投げつけていきたいところではあるんですが、いやー、これはいいね、ここに暗い予防も、これ食らったんじゃね、これ食らったんじゃね。あー、やっぱなんか火炎瓶の方が強いやな、普通に。そう、まあさすがスコアストリークっていうところであるんですが。さあ、これこの入り口のところにね、投げつけていきたいところです。ほい、これ食らったかな。いやー、これ結構当たってるんですが、燃えてる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 、燃えながら突っ込んでくるっていうね。さあ、これしっかりやっていきたいところなんですけども。やばいやばい、めっちゃ下輸出されたいや、これすげえな、すげえな、これ多分めっちゃうざいやろな、相手からしたらさあ、これセンターにもいるんでね、しっかり暗い予防も投げつけていきたいという感じ。やばいやばい、味方に当たっちゃった、これ。さあ、これ2階にもいるんで、さっという感じでやっていきましょうか。いいね。さあ、次のポイントをしっかり取っていきたいところであるんですけども。いや、もう次に敵入っているんですが、さあ、しっかりやっていってあげて。いやー、これ厳しいぞ、めっちゃ試合されてんねんけど、さっきから俺。いやー、これはね、暗い予防もしっかり投げてこれ、ずっとつ、ちゃんと使っていかないとね、そう、ただただのランク待ち動画になってしまうので。さあ、続いてはセンターということなんですけども、これ、湧き変わっていったかな、大丈夫かな。これ、センターにいますね。さあ、敵 UAV 出ていきましたんですが、いやー、これは、これはバカした、これはバカした。いやー、クライアボム、まあ、強ない。サブ、武器としては結構優秀やと思うんですけど、クライアボム。どうでしょうか。さあ、これはしっかり、センターをクライアボムだらけにしていきたいところであるんですけども、来い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 、クライアボム投げる、クライアボム。ナイスナイスナイス、俺に当ててる、俺に当てられて、やばいやばい。これ強いぞ、これ強いぞ。いや、すげえ絵面。こんなん見たことあります？さあ、これ2階にもいるんで、やっていってあげたいところであるんですけども。うおー、すげえ、ちょ待って、これやばいぞ。割と食らってはいるんか。さあ、最後に火炎瓶をぶちまけていく。あー、当たっちゃった、味方に。すげえな、これ。いや、次外周なんで、ちょっと外周も暗い予防も準備しておきましょうか、これは。さあ、これ外周に暗い予防を投下。いや、いいんじゃね、これ。いや、すげえ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 、これ暗い予防、暗い予防ものおかげでしょ、最後これは。
はい、ということでね、続いてですね、ハードポイントやっていきましょう。これもね、クライオブもしっかり投げて、止めていきたいところであるんですけども、さあ、センターにね、クライオブも投げるんですけど、いや、相手もボム。これ、相手はボムか、全員ボム。知らないですけど。さあ、しっかりやっていってあげて、いや、これしっかり、クライオブもね、しっかり駆使して、やっていきたいところであるんですけども。さあ、しっかりやっていきましょうか。さあ、ポイントの中に、火炎瓶を投げつけていきたいところではあるんですけども、いいね、いいね、いいね。これ北手にめっちゃいるんで、これしっかり、これ食らったんじゃない、これ食らったんじゃない、センターすごいことになってんぞ、今。いやー、これちょっとね、そう、画面にちょっと映らなくて申し訳ないんですけども、この戦法割とありなんじゃないか説、これ長屋にもいるんですけども、しっかりやっていきたい、ナイス。いや、いいね、これ。さあ、続いて砂部屋なんですけども、砂部屋にも、しっかり、投げつけていきたいところですね。さあ、これ、エイロンからめちゃめちゃ来てるんですけども、さあ、しっかりね、クライオモモと火炎瓶を使って止めていきたいところですね。さあ、さあ、10日、10日。いや、これ、いいんじゃねえか、これ。いいんじゃねえか、これ。ここにもしっかり投げて、冷やして、冷やして、温めて、冷やして、温めていう感じ。いやー、これ、なんだこれ、なんか、すげえ、すげえな、これ。さあ、敵どこにいる？敵どこにいる？さあ、こうしっかりやってあげて。いやー、これ厳しいぞ。これ、クライオボム使いたいな、俺。そう、これさ、そう、クライオボムだけなんか、1レスに 2回使えるようにしてほしいよな、これ。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。これ、センターか。トリップマインも使って、クライオボムも使って、うおーやばいぞ、これ。次、長いっすね。ちょっと長屋にクライオボムちょっと投げつけていきましょうか、これは。ナイス、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 ナイス。この窓の間から。ナイス、ナイス、ナイス。いやー、これ、いやー、でもこれ、火炎瓶ちょっと投げたよな、これ。でもこれ、相手からすると相当うざいぞ、これ。ポイントからやっぱりクライオボムとか入れられちゃうと離れないといけなくなっちゃうんで。さあ、これポイント取っていきたいぞ。いやー、これ怖いな。すさまじいことになってはいるんですが。さあ、火炎瓶を投げつけていきましょうか。うわ、これ味方になっちゃった。いいね、いいね、いいね。しっかり取り返していくんですけども、敵のにも当たってしまうということで、燃えながら戦ってる。いやー、これね、そう、北手ですね。次、北手に投げるか。さあ、これセンターから来てるんか？閉鎖しろ、閉鎖。ナイス、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 当たった、当たった。いや、これ、果たしてクライオボムのおかげなのかっていうことなんですけども。いやー、これ凄まじい絵面になってる。いやーこれ多分、トロフィー持ってきてない人ほとんどやろうな、これ。そう。全くちょっと、そう、ウォーマシン対策ができてないパーティーではあるんですけども。いやー、これ UAV すごいぞ !UAV すごいことになってる。東京大空襲みたいになってるんですけども、しっかりちょっと壊していきましょうか。カウンター UAV もちょっと出てますんでね。さあ、やっていきたいところではあるんですが。さあ、しっかり中に投げて。いやー、これ、でも、難しいな、めっちゃ。火炎瓶は、そう、火炎瓶しっかり投げればいいんですけど。さあ、しっかりやっていって。さあ、カウンター UAV、どっか行きましたね。さあ、どっか行ったのはいいんですけども。さあ、これ、ポイントちょっと入られてるんで、火炎瓶しっかり投げつけていきましょうか。さあ、火炎瓶とクライオボム投げていきましょうか。いやー、やばいやばいやばい。これでもゴリアテに投げてもどうなんやの？しかも V トール出されたっていうね。さあ、しっかりやっていってあげて。いやー、これどうする？ゴリアテに通じるのか、果たして。ほい。ゴリアテにも効いてるのか、一応。さあ、しっかりボコっていきたいところであるんですけども、やってしまう。いやー、ちょっとこれやばいぞ。やばい。V トールも出されてどうするかっていう感じなんですけども。さあ、これまだゴリアテに投げつけていってあげて。いやー、これどうする？負けそうなんですけども、これ、勝率 100% じゃなくなるぞ、これは。負けてしまうと。さあ、これ。やばいな、これ。いやー、このまま捉えてしまうのかという感じなんですが。さあ、ショッカーシーに捕まって。いやー、きついなー。
すんげえことなってるんですか。はい、ということでね、まあちょっと、やってみたんですけども、まあね、ありっちゃありやけど、これ全員やるのは良くないと思うね。そう、全員じゃなくて、まあちょっと2、3人ぐらいね、やってみるといいとは思います。まあ火炎瓶もね、やっぱり火炎瓶キリストリークなんで、そう、やっぱりスコアを使って発動するものなんで、やっぱりそう、サブ武器のね、クライオボムと違って、やっぱり火炎瓶は強かった。火炎瓶は強かったんですけども、全然ね、クライオボムもね、サブ武器としては、全然ありっちゃありだとは思うんで、皆さんね、これぜひぜひクライオボム、ゲットして使ってみてください。それでは今回ね、これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは。